7月のミシガン大学消費者信頼感指数の確保値は66.4と、底値から0.4ポイント情報修正され、市場予想も上回りました。調査担当者は、指数はここ3ヶ月、ほぼ横ばいで推移しているとしたものの、大統領選挙による不透明感から、今後数ヶ月間は変動が大きくなる可能性が高いと指摘しています。 1>, 1年先の下インフレ率は2.9%と、速報値から変わりませんでした。